日紹介するのは、奈良原助八巡士の地です。玉龍高校、すぐそばにあるこの奈良原助八巡士の地派、島津家で初めて巡視が行われた場所です。この、奈良原助八という人物は、16歳から島津忠政に仕えていました。この島津忠政、本人にこれといった問題があったわけではないのですが、彼の治世の間、桜島が5年間も大噴火を繰り返し、農地は荒れ、わずかになってしまった耕作地の奪い合いからあちこちで争いが発生し、薩摩中が国中騒乱と呼ばれる大混乱事態に陥りました。有力な支配下の武士たちが次々と反旗を翻し、1508年に内乱に苦しんだ末、島津忠政は自殺してしまいました。これを受け、当時25歳であった、奈良原助八も、後を追うように、福生寺の池のほとりで切腹しました。これが、島津家で最初の巡視者であり、その後も長らく供養され続けた結果、今もなお、巡視の地として石碑が立っています。皆さんも奈良原助八の忠義の心を感じに、巡視の地を訪れてみませんか？